ボンドチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。ボンド坂岡です。高橋です。今日はボンドカーズの2人なんですが、はい、カスタムしたお車を紹介しましょう。はい、はい、こちら今回カスタムしたのがね、アウディの RS-Q8。 初めて見ました。僕も初めて初めて見ました、はい、Q8 の、うん、大阪店で初めて、多分初入庫だと思います。初めて、はい、じゃあ Q8 のめっちゃ速いやつね。もうエンジンかけた音とかウルスかなって思う。バオーンって言うね、ね、Q8 なのに。じゃあこんな RS-Q8 を今回はリッキーが、はい、うん、ちょっと早速カスタムさせていただいて、はいはい、いろいろ紹介していきます。はい、じゃあまず、はい、とりあえず俺も初めて見たからですよね。なんかいろいろ聞くね。ちょっと触っていきましょう、はい、まず、ボディはこれ黒のメタリック。黒のメタリックのボディですね、うん、黒のメタリックで、はい、まあこのだいぶいかついフロント周りやけど、はい、これ全部カーボンはオプション？これはね、オプションです。オプション？はい。このカーボンと、あとあのグロスブラックがところどころなってるんですけども、うんうんうん、そのあたりも全部オプションです。あがセットオプションで。はい。なるほど。で、はい、エンブレム類なんですけれども、うん、日本と、はい、これとこれですね、うん。日本仕様はメタリック、メッキだけなんですよ。あの最近のアウディあるあるやろ。そうなんですよ。ブラックスタイリングパッケージみたいなやつやけどエンブレムメッキっていう。エンブレムだけメッキっていう。でなぜか本国は設定あり。そうなんですよえ、じゃあこれ、本国から取り寄せた。そうですね、本国から2つとも取り寄せて交換しました、ね、うん、やっぱ黒のグリルじゃったらね、ここ黒の方がええね。絶対黒の方がいいです、ね、はい、うん、かっこいい。で、まあ、結構メッキなくなったんでもうすっきりした感じですね。そうやね、はあ、だいぶスポーティーな感じに、ラグジュアリーから。そうですね、うん、いいね。で、前回りはじゃあエンブレム変えて、はい、他は触ってない感じ。他は触ってないですね。あー、はあ、ノーマルでこんだけイカついとね。そうですね、エアロとか もうこんだけカーボンついてたらまあまあまあっていう、うん、逆にこれ以上なんかリップもう一個ついてもなってなるかもしれない。ちょっとつけづらい感じではあります、ね、なるほどなるほど。じゃあフロント周りはそんな感じ で、ね、はい、でじゃあ次でこれが買ってますね。そうです、はい、これボッセ、ボッセの、エボ 4R、 エボ 4R、 フォージド、フォージドです。フォージドの、モノブロックになりますね。モノブロックってことはワンピース。ワンピースです。大宮店の富山店長がつけてたのは、うん、あれ確かエボ4ですかね。何がちゃうん、ね、この辺がなんか穴開いてるんです。穴が開いてる。そうなんですよ。え、じゃあ富山さんのはここがもうちょっとすっきりしたデザインで。そうですね、もうスポークっていう感じになってます、あ、じゃあどっちでも似合うもんね、このデザイン。そうですね、ね、RS-Q8 にはバチッと似合いますね、うん、やっぱりアウディ×ボッセって結構つけてる人も多いんで、うん、まあね、なんか、まあ、アメリカでも結構SNS とかでも上がっとるし。そうですね、うん、なんでも間違いない組み合わせですね、はい、純正は 22? 純正はね、オプションで23です。あ、そうなんや、はい、へー。で、タイヤが、タイヤがね、295 35 23、35の、そうですね、23になってます。なるほどね、もうこのサイズ感だったら23でもね、なんか車外ホイールに変えんでもええんじゃないってなりそうな。そうなんですよ。ただやっぱりお客さんもデザインがどうしても、うん、アウディなんだこれって言ってあんまり言ったら怒られそうなんですけど、うん、なるほどね、まあそこは個性やし、はい、うん、まあ、ホイールがね一番お客さんの、ね、好みが出やすいところではあるし。そうですね、うん、なんで今回はこのボッセのエボ 4R。 へー、はい、じゃあフィニッシュはもう贅沢にグロスブラック。もうグロスブラックです。へー、アメタンやったらみんなね、ブラッシュドとかポリッシュとか行きたいけど、はい、そうなんですよ、あえてそこをペイントで。もう今回はもう真っ黒にしたいということで、うん、あ、はい、もうグロスブラックにしました。もう豪華なおしゃれな感じで。そうです。で、リッキー、これ車高はロアリング下がってそうやけど、今流行り の、 あのアクティブサスペンションコントロール ASC、 あの携帯で車高調整できるやつですね。浅井さんの大好きなそうです。浅井さんがあの毎回説明してくれるやつです、うん、はい、じゃあ、ローダウン幅もスマホで選べれるし、はい、速度
50キロ以上で設定したら、はい、その速度になるとノーマル車高に戻るという機能もあり、あーなるほどね、はい、なんで結構、まあ、便利なモデルですね。せやね、はい、結構ローダウンするとタイヤの内べりが気になるとかもあるし、そうですね、やっぱりそれでね、その高速域走ってる時って誰が見んねんって感じやから、そうですね、そこでノーマルに戻るんは。じゃあこれ結構下げてる、何ミリぐらい、めちゃくちゃ下げてます。フロントで25ミリぐらいダウンなんですよ、うん、でも25ダウンで25ミリダウンプラス、これダイナミックモードなんですよ、うん、あーそうか、えダイナミックで15ぐらい下がる、あ20ミリぐらい下がる、あ20ミリぐらい下がる、そうなんです、じゃあノーマルからやと45ぐらい下がる45ってどれぐらい、これぐらい、これぐらいの、これぐらい、はい、なかなか、えじゃあRSQ8 って普通の Q8 よりもともとやっぱ低い、多分ね低いと思います、うん、ちょっと低いよね、はあ、へえ、あでもやっぱこれぐらい低いとかっこいいね、めちゃくちゃかっこいいですよ、ね、隙間がねだいぶなくなるんで、ね、はあ、見栄えが全然違いますね。でこのダイナミックでも走れる、全然走れます、ああ走れる、はい、いい、なるほど、で、すごいこれは多分リッキー俺らしか気にならんと思うんやけど、はい、空気圧センサーついてないんですね。ついてないんですよ。僕もついてると思ってたんですけど、意外、うん、そう、結構ウルスと比べられるじゃないですか、うんうんうん、で、まあ、兄弟車みたいな感じなんで、うん、シャシー一緒やからね、そうついてるかなと思ったら空気圧センサーはついてなかったです。へえ、はい、まあ、結構あれある方が便利なところもありつつ、車外ホイールやとね、なんかあの空気圧センサーちゃんとしっかりつかないって毎回ね、あのメカニックの方に加工してもらったりそう、そこは楽っちゃ楽やね、はい、なるほど。じゃあホイールとローダウン、はい、ローダウンで、キャリパーはこれもともと黒、そうなんですよ、もともと黒なんですよ ね、はい、でじゃあボッセのセンターキャップの赤にあの RS の赤 の、 そうです、あの平行四辺形みたいなのを合わしとる感じで、そうなんですよ、でこれももう車の購入の時から結構相談してもらってて、うんうん、オプション何つけようとか言ってもらってたんですけど、もともと赤にしたかったんですよ、うん、キャリパーを、で赤にしようって言ってたんですけど、うん、まあ、ボッセ入れるんでしたらセンターキャップが赤になるじゃないですか、で RS のロゴも赤になるんで、まあまあとりあえず黒でいいんじゃないですか、ではめてみたら結構いい感じなんで、あなるほど、まあ、このままでもいいかな、真っ黒仕様やったらもうこれでいいかなって、はい、なるほど、ちょっと差し色みたいな、へえ、はい、じゃあそんな購入から相談させてもらっとくね、はい、でサイドは特にサイドはそうですね、ノーマル特に触ってないです、この辺りももう純正で、あ純正でグロスブラックですね、はい、なんであんまり触ってないですね、はあはあはあ、なるほどね、で、はい、リア、リア、投資、ね、投資です、うーん、投資でフロントもマックスコンケーブなんですよ、あそうなんや、そうなんですよ、じゃあコンケーブ具合が全く一緒、全く一緒です、オフセットは違う、オフセットも一緒です、一緒、あじゃあローテーションもできる、ローテーションもできる、はい、へー、フロントでなかなかあそこまでコンケーブして、ねね、見れない、結構珍しい、あなるほど、リアもパツパツですね、でもあれなんじゃね、あのウルスは前後サイズ違うけど、そうなんですよ、ね、で、まあ、ボッセとかで、うん、海外ですと、うん、リア 12J とか、あそのウルスサイズね、はあ、おうおう、入れてる人もいるんですけど、アウディは変えたくないなっていうのが正直あって、うんうん、そうやね、はあ、確かにアウディやったらなんか投手のイメージがですよ ね、 ね、うん、なんかクワトロなんでなんか優秀だとか言ってるんで、うんうん、ちょっとそこを合わせたかな、ね、はあ、あとはこうタイヤのブリッとした感じとかも ね、 そうね、合わせれるんやったら、はあ、うん、でリアは車高、うん、35ミリぐらい下げてるんで、あじゃあフロントより10ミリ下げ、10ミリぐらい下がってます、はい、でバランスは今のんで良さそうや、うん、結構いい感じです、ノーマルで前の方がちょっと、低いかな、前の方がちょっと低いです ね、 ね、はい、OK、じゃあ前後なんとローテーションもできるってことで、はい、空気圧センサーもついてないからそのまんま入れ替えれる、そうですね、だからびっくり社外ホイールですねちょっとそれ名前ダサいけどびっくり社外ホイールって別に驚かへんしで、で、はい、後ろが、はい、これエンブレムもじゃあさっきと一緒で変えた感じだよね、あの本国のブラックエンブレムに変えて、はい、
で、ここオプション、ここオプションなんですよ、うん、でこれがね、もう一番ちょっとアウディひどいなと思ったんですけど、うんうん、あのエンブレム交換するときに、うん、どうしてもこう糸使ったりしてますじゃないですか、うんうんうん、めちゃくちゃ気使うんですよ絶対傷入るもんね、はい、新車 の, あの納車された日にもうエンブレム交換したんです、怖って思いながら、まあアウディも後からエンブレム変えるなんて思っとらんからね、そうですねあでもこれかっこいいね、カーボンで、ここもカーボンで、そうです、ここもカーボンで、マフラー、マフラーエンドももともとグロスブラック、そうなんですよ、RS の、うん、スポーツエキゾーストシステムのオプションがついてるんで、うん、でもうもともとグロスブラックですね、うん、はい、で、あれか、リモコンついた、そうなんですよ、リモコン、可変バルブのリモコン、開け閉め、はい、ちょっとそれも後で操作して、うん、はい、OK、はい、じゃあこれが、はい、バルブの、そうです、あの開閉のリモコンですね、うんうん、はい、この1で1で、オープン、1でオープン、はい、2でクローズです、クローズ、今、うん、あれやもんね、アウディとかも電気式のバルブになっとるからこういうね、あの配線割り込ますタイプやもん、そうです、割り込ますタイプですね、はい、なるほど、でこの間コンチ GT、 あの浅井さんの動画でも言ったんですけど、うん、やっぱりダイナミックにしてても、うん、しょっちゅう閉まっちゃうんですよ、あ、まあ、あのトルク感とかね、そうですね、そのずっとポルシェもそうやし、ずっと開けっぱにしとくと音はええんじゃけど、あのじゃあこう走っていっとって回転するちょうどそのトルクが抜けてしまうところとかで、うん、車が賢いから逆にこう閉めてトルク感をっていうのは、そうですね、うん、だからまあね、純粋に速く走りたい人は多分開けっぱにするよりは純正、ね、そっちの方モードの方がいいけど、まあ、やっぱ音を楽しみたいって人は開けっぱにしても、ね、あのね、ずっと開けっぱできる方がいい、そうですね、うん、でまあコンフォートモードでも開けれるっていうのがすごいですよ ね、 ね、はあ、確かにダイナミックにするとちょっと足硬いなとかもあるし、そうですね、うん、はあ、じゃあこれの音を聞いてみましょう、はい、はい、あとちょっとその中、中ですね、ちょっとあの何もいい、ね、カスタムしてないけど、はい、やっぱボンドカーズ2人としては内装はすごい気になるんで、ぜひ見ておきたいと思います、ね、じゃあ、はい、オープン、オープンいらない、はい、そう、こんな感じですね、で、オプションで、うん、インテリアのカーボンパネルだったかな、うんうん、ちょっと正式な名前忘れちゃったんですけど、うん、がついてるんで、この辺りもカーボンなんですよ、マットカーボン、マットカーボンなんですよ、グロスじゃないんですか、そうなんですよ、結構ドアパネとかも、この辺りとかも全部カーボンです、メーターとかモニターはあれはね、やっぱウルスとよく似とる感じで、ね、そうですね、ウルスとかも Q8 とかとそんなに変わらないですね、はい、ウルスやったらあのシフトのところがね全然変わるけど、モニターとかの位置的にはもうほぼさすが兄弟車って感じで、そうですね、一緒の感じです、うん、まあグロス、ここはねソリッドのブラックなんで、うんうん、まあまあそれとカーボンも合ってていいかな、あ、はい、かっこいいね、そう、気づくやつですね、ソリッドブラック、せやなあでもいい、いいね、シフトウルスと違ってシフトないの、ウルスはパドルになって、はい、この辺りもしっかり RS で、うん、まあ、それは定番よね、 RS 系は、でシートは黒のレザーシートにレッドステッチで、ベンチレーション付きやね、あれやっぱ RS のシートかっこいいね、このステッチは、そうです ね、 ね、結構特別感が出てていい ね、 ね、結構やっぱ最近ベンツも BM もアウディもなんかどのグレードでも内装が同じになってきとるから、そうですね、ね、はい、RS とかやったらやっぱ特別感欲しいし、やっぱこういうところはかっこいいね、なんか開けた瞬間ちょっとテンション上がりますよね、そう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 、いいね、まあこれからボンドグループでも、ボンドグループ、ボンドカーズとしてもやっぱりね売れ筋の一台やと思う、そうです ね、うん、ね、 かっこいいですね、かっこいい、かっこいい、
はい、じゃあ、はい、今日はこちらリッキープロデュースの RS-Q8、はい、はい、かっこいいね。めちゃくちゃかっこいいです、はい、ノーマルがかっこいいからね、僕らのお仕事がちょっとなくなりそうやけど。そうなんですよでもやっぱり細かいところ、ここ気になる、あれ気になるっていうのは、まあ、言ってもらったらね、はい、いろいろできますし、で、まあ、あとはあのこちらのお客様もお車新車でディーラーで買われて、ディーラーで、はい、新車で購入なさってますね、うん、ね、もうあの、まあ、ボンドグループってその、ね、ショップのスタッフなんかが車両スタッフって分かれてる、はい、もう何でもご相談いただければと。そうですね、うん、もう車も販売させていただきますし、こうやって、ね、お客さんディーラーで新車で買ったんよって言ってカスタムさせてもらうことも ね、 そうですね、もちろんできますので、はいはい、もう新車でご注文されて、うん、納車前にホイール以外はもうほぼほぼ揃っとったなるほど、ね、はい、いや、そうやって準備しといた方が、じゃあ車来たタイミングでね、そこから頼むと、はい、やっぱり最新の車やったらオフセット測りたいとかあるけど、そうですね、はい、先に頼めるんやったらもう来てすぐカスタムもできるんでの方がね、うん、いいですしね、はい、ぜひ何でも言っていただければと、はい、はい、お願いします。すみません。というわけで今日はこちらアウディ RS-Q8 のカスタムの紹介でした。はい、次はどんな車が出てくるか楽しみにしておいてください、はい、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。